無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。ああ、来たか。待ってたぜ。さっさとあのデカブツを片付けるぞ。お宅のお仲間にゾロゾロ来られるとよっこいだからな。ああ、そういやスエドーから聞いてるぜ。お宅がエグザモンを弱らせたんだろ。やるじゃねえか、電脳探偵。うん？ああ、こいつか。こいつが気になるのか。結構便利なんだぜ、こいつ。なんだって食えるしさ。イーターだって、デジモンだって、ひょっとしたら人間だって。俺さ、とにかく食って食って食いまくりたいんだ。腹が減って腹が減って仕方ねえからさ、食えば食っただけ力が手に入る。でもって心は何も感じなくなっていく。不思議なことにこれが意外と悪くないんだ。意外とさ。引くか、引いてんのか。まあそりゃそうだよな。フ強くなってどうするって。まそんな大それたことをやろうってんじゃねえよ。俺ずっとやり残してたことがあったんだ。それやっと思い出したんだ。だからそいつにケリをつける。そのために力が必要なんだ。もっと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 。だって俺思い出しちまったからさ、もう逃げらんねえ。逃げ道はどこにもねえんだよ。だから前に進むぜ。何があっても俺はもう逃げたりしねえ。ってんなことはいいじゃねえか。どうでも。そうさ、いいんだよ。もう今やるべきなのはこのデカブツの始末だ。さあ追っ始めようぜ。
離れてるな。こいつはさすがにデカすぎだわ。いくらなんでも食い切れねえや。なんだ、言いたいことでもあんのか。ま、言わなくても大体わかるけどな。つうか自分でもわかってるんだ。あいつに利用されてるかもしれねえってよ。ぶっちゃけいろいろ考えるのに疲れちまったんだわ。めんどくせえことは
利口のやつが考えればいい。結局俺はまだまだガキなのさ。8年前から何一つ成長してねえ、変わってねえ、ガキのまんまなんだよ。だったらガキはガキなりにさ、利口な大人の言うなりになって賢く生きてやる。そうすりゃ欲しいもんが手に入るんだ。ギブアンドテイクってやつさ。ま、そういうこった。がっかりしただろう。今までこんなのとつるんでたんだからよ。けど見ててくれ。俺はもう俺をやめるわ。苦労だった。しかし弱体化したとはいえ、あの狂える竜を撃破してしまうとは。やはり私が見込んだだけのことはあるな。さすが私だ。さて、活動停止したエグザモンだが、現在はマグナモンたちが監視している。再び動き出す心配はないだろうとのことだが、万一のためだそうだ。これは君とデジモンたちの絆が成し遂げたこと。ロイヤルナイツの戦闘能力はおろか、信念や妄執をもしのぎ、くじくところまで成長した。誇らしく思いたまえ。ん？どうした？真田新たが気になる。なるほど、君ならば喚起されて叱るべき心理作用だ。彼もまたロイヤルナイツに被験するほどの戦闘能力を得た。情動ではありえないほど急速にな。その力はいずれ、いや、すでに我々の新たな脅威と言えるかもしれない。が、彼のことは君に一任する。君らしく半身の体当たりで解決したまえ。きっとそれが最善の道に違いないからね。その実はリエさんの、いえ、ロードナイトモンの居場所が分かりました。上城のエンジニアたちに協力してもらって、東京全域のデジタルウェーブ状態を解析した結果、秋葉原で起きているデジタルシフト現象にデジタルウェーブを操作した痕跡が検知されました。その痕跡をたどった先にロードナイトモンを示す反応があったんです。だから、その秋葉原に来てください。お願いします。待ってますから。事件もいよいよ佳境に入ったか。敵対するロイヤルナイツはルフトモンおよびロードナイトモンを残すのみ。その一方の居場所が特定できたのは大きな前進だ。至急秋葉原へ向かってくれたまえ。